はい、どうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は月曜日、気まぐれアナちゃんの時間です。さあ、今日の気まぐれアナちゃんですけれども、今日は、はい、皆さん大好きなどうでもよすぎる動画です。なんか月曜にこのどうでもよすぎる動画の割合が多すぎるんじゃないかっていう話がありますけど、これがね、どうでもよすぎる動画ファンが意外にも多くてね、はい、困ったもの、いや、困ったものじゃないんですけどね、はいはい、私がただ好き勝手ひたすら食べて、そしてただ好き勝手一番を決めるって言っても、そんなに決める必要もないしね。で、別にどれがダントツ一番とかいつも決められないし、うん、で、今日は、これコンビニエンスストアでスタッフさんが手に入れてくださったチョコレート対決。チョコレート対決って言っても、ほら、まあ今ね、もうどんどんいろんなバリエーションあるじゃないですか。チョコレートっていうとね、カカオ何十パーセントみたいなのとか、いろんなこう大人向けチョコレートもある中、なんて言ったらいいのかな、まあ元々はお子様向けっていうことで誕生したのであろう、昔からある、チョコレート、昔からあるちっちゃいチョコレート対決みたいな。だから本格チョコレートじゃないんですよね。可愛いチョコレート対決で、これアポロチョコね、で、これマーブルチョコね、どっちもよく食べましたよね。今こんな風にして販売されてるんですね、コンビニエンスストアでね。だからこうコンビニでこう並べやすいしね、これ陳列しやすいんですよ。ここにこうやってぶら下げられるからね。で、やっぱりこういう包装があるってことは、あの大人の人も結構買うってことですよね。昔食べたし、これ好きだったのよねみたいな感じで、ちょっとこうパッと、ね、アポロチョコっていうと、私はあのいちご柄のほら、あの箱、うん、あれが、まあ今でもあると思うけど、やっぱりあれがこうアポロチョコって感じですよね、うん、私の中学の時の同級生の白樫信俊君は、中学生になってもアポロチョコが大好きで、あのアポロチョコの箱を見ると勇気が湧いてくるって言ってましたけど。勇気まで湧くんだみたいなね。で、こっちマーブルチョコ、マーブルチョコもさ、なんかあのこうなんかこう割と大きめの袋に入っていったりとか、あと、なんて言ったらいいの、あれ、こうなんかプチプチってやる、こう銀紙が貼ってあるようなプラスチックなんて言ってるか、なんか一個一個ブチってこう出すやつ、あれがこうイメージとしてありますけどね。今こうやってコンビニで買いやすく、うん、で、どっちもこれ明治の商品なんですってね。初めて知りました。あんまり意識してなかった。で、この2つの明治の商品、こうやってコンビニでも販売しやすくなっているのを用意してくれたもう一つが、なぜかブラックサンダー。いや、明治の2つの対決だけでいいんじゃないのっていう感じがするんですけどね。これいらないような気がするんですけど、しかもブラックサンダー、これなんかね、有楽とか書いてあるらしい。なんか全然名前知らないようなメーカーの、名前知らないなんて言ったら失礼か、ちょっとあまりピンと、私はピンとこないあのメーカーの名前が書いてるらしいのと、ブラックサンダーって確かなんか棒状みたいになって売ってるんじゃなかったでしたっけ。そう、私はブラックサンダーはね、子供の頃あったと思うんだけど、買ってはなかったですね、うん、まあでもせっかく用意してくれたので、まあ、なぜかブラックサンダーも含めて、じゃあ食べ比べしてみましょうか。さあ、じゃあ行きましょう。アポロチョコ。アポロチョコはでもね、白樫信俊君だけじゃなくて好きな人多いんじゃないですか、好きだった人。そんなフルネームで言わなくてもっていう話もありますけど、白樫信俊君元気かな。この形ですよね。このほら、いちごだけど、このちょっとこのギザギザってしてある、懐かしすぎますね、この味。
平和な味だ。もう、うん、今ほら今販売されてるチョコレートってやっぱりクオリティが結構高いじゃないですか。そのカカオ何十パーセント系もそうだけど、まあ、そこまでいかなくてもこう結構本格チョコな感じの味がする中、こういうにもこれはこれで落ち着きますね。あのいい意味でのなんちゃって感ね。じゃあマーブルもいきますよ。マーブルチョコはね、これはほら子供の頃はそのプチプチってやるこう一個一個ね包んであるようなあれがね、当時30、50円とぐらいだったかな。なんかこう子供が買いたくなるような高さに陳列されてんですよね、あれがね。でこう買い物に付き合った帰りにあれをこう親に買ってもらえるかのせめぎ合いみたいなね。で買ってもらえた時にはこの何色から食べるかみたいなね、味変わんないけどね、ぶっちゃけね兄弟がいるうちとかだと、ああ僕が黄色食べようと思ってたのにみたいな感じのね、どれだって同じなんだけどねこれ何色ですか、もう見えない、あなたにとってはその後見えなくなった、あなたにとってはもはや本当の意味でどれでも同じ このほらマーブルチョコってこの色がついてるこの周りのコーティング、これをなんか舐め終わるとチョコレートに行くまでの間にちょっと薄いこの別のコーティングみたいのがありますでしょ。そこまで舐めてから食べたりとかしましたよね。それやっても私だけかな。なんかやっぱりこの自分が大きくなってるから当たり前ですよね、この一個一個の丸がちっちゃく感じる子供の時より、そりゃそうだよね。これもねすごくいい意味でなんちゃって感満載。ちまちましてるね、いいね、これちまちまが大事だね、人間のなんていうのかな、この人間に大切な要素の一つかもしれないね、ちまちまか。そしてなぜか用意されているブラックサンダーも一応食べましょうか。なぜか用意されちゃったから。いや私ね、でもブラックサンダーね、懐かしめるほどっていうか全然食べてないと思う。初めてではないでしょ、もちろん。いつ以来だろう。いただきます。懐かしいとも言えないし、しかしブラックサンダーってすごい甘いですね。甘いけど中にクッキーかな、これの部分があるから、そこにちょっとこう多少のこう塩気みたいなも隠し味というかあるから、ブラックサンダーって多分もともと日本のものじゃないですよね。違うのかな。なんかすごく私の見解では外国感のある味がする、
外国感のある味、うん、塩気もあるけどある意味すごく甘く感じるね、うん、ブラックサンダーファンの方、ブラックサンダーのうんちくを教えてください、ね、ブラックサンダーはこういうお菓子ですから、花ちゃんもっとブラックサンダーを愛してあげてくださいと、ブラックサンダー愛に薄すぎましたね、ごめんなさい。いや、ブラックサンダーは素晴らしいお菓子です、うん、私はたまたま食べてこなかっただけで、きっといろんな思い出をお持ちの方も多いことでしょう。どうぞそういう方はコメント欄にブラックサンダーと私というタイトルで作文を添えてください。50文字以上、30文字以内でお願いします。では、まあ実この明治対決、マーブルとアポロかな私は。お小遣いとかで買った量でいくと、私はダントツマーブルチョコの方が多いと思います。買った回数は。けれどもこうやって今食べてみると、私はアポロチョコをそうかな、うん、たまに食べるとこのね、やっぱりこの安心感、変な安心感がちょっと半端なかったんです。美味しい、うん、ということで、いいねボタンやチャンネル登録もよろしく。あーなちゃんでした。